皆さんこんにちは、こすけです。北海道の美味しい食べ物といえば、まあ、海鮮だとかね、いろいろあるわけですが、その中の一つにね、ザンギがあると思います。ザンギってね、言ってしまえば唐揚げなんですが、北海道ではザンギと言いますし、まあ、ザンギの中にはね、タレをつけて食べるタイプのものも多くあります。北海道に観光とかで来て美味しいザンギを食べたいなと思った時に、地域ごとにね、美味しいところはあるんですが、札幌だとね、いくつかね、有名なところはあるものの、まあ、そのうちの一つに布袋っていう中華料理屋さんのがあるんですけど、そこのザンギが有名だったりします。そしてその布袋のザンギは札幌の、中華料理屋さん布袋で食べれるのはもちろんなんですが、実はね、空港のある千歳市でも食べることができるんですね。千歳市にあるサーモンパーク千歳という道の駅、そこで実は布袋のザンギが売られているので、今回は食べに来てみました。千歳もね、さらっとなんですが、雪が降ってね、路面が滑るので非常に危険な状態ですね。この千歳の道の駅の奥には水族館もね、あって、まあ、かなりね、夏になると駐車場が、夏の週末だと駐車場がいっぱいになるぐらい有名ですね。キャンピングカーとかも来て、車中泊の車も多くいると思います。コンビニもね、ローソンも一緒にあるんで、車中泊しやすいんでしょうね。週末家族連れでね、水族館を楽しんだ後にここでね、道の駅でご飯を食べていくなんていうこともできるので、まあ、なかなかね、面白い場所だなと思います。道の駅の中はほぼ飲食店ですね。ドーンと飲食店があって、あとは少しお土産屋さんだとか直売所があるという感じですね。ほぼ飲食店なので、ご飯を食べるときには非常にいいところだと思います。ちなみにこの千歳の道の駅に入っている飲食店なんですが、結構ね、有名なところが多くて、黒松内のピザ屋さんのピザドゥだったり、布袋のザンギもね、食べることができますし、スープカレーもね、結構有名なお店が入っているので、観光できても楽しめると思います。空港からも近いですから、レンタカー屋さんとかもね、近くてね、時間がちょっと余った時なんかにここで食事というのもいいかもしれません。今回の目的は布袋のザンギなんですが、布袋のね、ザンギが売られているのはこのアジアンマーケットという飲食店ですね。唐揚げグランプリ金賞受賞の味、東日本醤油だれ部門ということで、ここでね、その布袋のザンギを食べることができます。布袋のザンギはね、タレがついてるんですよ。タレをかけて食べるタイプのザンギで、これがね、なかなかさっぱりしてて美味しいんですね。ちなみに価格は布袋のザンギセット、まあ、ご飯とかサラダとかスープがついて980円、ザンギとね、餃子だとかシューマイだとかのセットもあって980円で、比較的安いですね。で、一品料理単品で頼むと、布袋のザンギは5個で700円、3個だと450円という値段になっています。ザンギ自体はね、かなり大ぶり、拳大ぐらい、まあ、拳ぐらいのサイズがあるので、価格もね、そんなに高いという感じはしないと思います。ちなみにこの布袋のザンギはマツコの知らない世界とか秘密の県民ショーで紹介されているみたいですね。これ以外にもね、北海道の地元のテレビ局なんかだと、まあ、たまにね、紹介されていて、かなり有名なお店だと思います。早速ね、注文をしてみたんですが、注文するとね、出来上がるまで時間がかかるので、この木でできた番号札をもらって待つことになります。冬ということもあってね、空いてたので、そんなに待たずに、まあ、7、8分ですかね、待ったら出来上がったようで、呼ばれたのでザンギを取りに来ました。そしてね、このザンギは店内でも食べられるみたいなんですが、まあ、こんな感じでね、お持ち帰りのパックに入れてもらうこともできますし、すぐ目の前の、まあ、フードコートを見たくなっているので、その中央部分の椅子とかに座って食べることもできます。僕もね、何回か布袋のザンギは食べたことがあるんですが、すごくね、美味しくてね、この日もちょっと食べたくなってしまったので、立ち寄って食べてみることにしました。今回は3個入りですね。3個入り450円を買ってきて、まあ、1人なんでね、妻と一緒に来るときはだいたい5個入りを買うんですが、1人だと3個でも十分かなという感じですね。いやー、めちゃくちゃ美味しそうですよね。右側に見えているタレをね、甘酢だれみたいなのをかけて食べるんですが、普通ね、ザンギはやっぱり油っぽいイメージがありますが、この甘酢だれみたいなのをかけることによって、非常にさっぱりした味になるんですね。
なんでくどくもなくさっぱり食べることができます。それがね、布袋のザンギの魅力の一つですよね。かなりね、一個一個のザンギも大きいので、これでね、お腹も結構膨れます。早速いただいてみましょう。これね、ほんと美味しいんですよね。周りの衣がサクサクしていて、中はね、フリッとジューシーでね、肉汁がじわーっと出てきて、まあ、まさにね、ザンギの中のザンギという感じですね。中の肉までしっかり味がついているので、このままでも食べられるんですが、やっぱりね、布袋のザンギの魅力はタレかなと思うので、タレをね、かけて食べてみたいと思います。このタレをかけるとね、本当にザンギがさっぱりして美味しくなるんですよね。いや、美味しいですね。すごくね、ご飯が食べたくなっちゃう。セットで買えばよかったかなと思うくらい、まあ、ご飯の欲しくなる味ではありますが、これ単体で食べてもさっぱり食べられるんで、全然美味しいですね。やっぱりね、北海道に来てザンギを食べたいと思ったら、この布袋のザンギも結構おすすめだったりします。まあね、ナルト屋とかの、小樽ナルト屋とかのザンギも美味しいので、迷っちゃいますけどね、布袋のザンギはタレがついていて、まあそれが魅力の一つかなという気もしますね。というわけでね、札幌で有名な布袋のザンギをいただきました。このね、タレをつけると本当に、さっぱりして美味しいザンギになりますし、かなりね、大ぶりのザンギなので、北海道観光なんかで、ザンギを食べてみたいなと思ったら、札幌であればね、この布袋のザンギなんていうのがおすすめだと思います。場所もね、札幌市内以外にこの千歳でも食べることができますから、観光に来た時なんかはちょうどいいですよね。僕もまた近くを通りかかったら食べに行きたいと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。